まずは原因不明の中身を分析して説明します。私は図のように原因不明を4つのカテゴリーに分類して整理しています。厳密にこのカテゴリーのどこかに当てはめる必要はありませんし、どこに当てはまるのかはっきりしないことも多いです。知識を整理するための概念的なものだと思ってください。経験の浅い先生ほど知らないことや見落としている割合が高くなり、経験を積んだ先生ほど現代医学で解明されていない事象の割合が高くなる傾向にあります。次にそれぞれのカテゴリーについて詳しく説明していきます。最初のカテゴリーは疾患概念は確立されていますが、病院の詳細は不明で有効な治療法がない少ない病気のことです。代表的な疾患は線維筋痛症や慢性疲労症候群などの機能性身体症候群の一部となります。これらの疾患の多くのは診断基準が存在していますが、除外診断です。こうした病気と分かることでドクターショッピングを減らすことができ、また自身の病気を認識し向き合うことで症状が改善する患者さんもいます。次に機能性身体症候群について説明します。これは適切な診察や検査を行っても器質的疾患の存在を明確に説明できない身体的訴えがあり、それを苦痛と感じて日常生活に支障をきたす病態のことを言い、疾患概念がはっきりしているものと曖昧なものが含まれています。主な疾患には線維筋痛症、慢性疲労症候群、過敏性腸症候群、化学物質過敏症、筋・筋膜痛症候群、緊張型頭痛、ムズムズ足症候群などがあります。医師に認知されていないことも多く、しばしば心因性と言われてしまいます。次に心因性について説明します。原因不明の症状の多くは心因性と誤解されてしまうことが多いです。身体表現性障害や不安神経症などがこれに当たります。心身の疲労や環境変化などのストレスが関係しているという考え方がある一方で、必ずしもストレスが原因とは言い切れず、実際に脳の中で何が生じているのかは分かっていません。次に知らないもしくは見落としについて説明します。これは誰も見たことのない非常に稀な病気も含まれているため、医師個人の経験や能力に依存します。また知っている病気でも医学は不確実性の科学であるため、教科書通りにいかず厳密に診断基準を満たさないこともしばしばあります。診断がついて治療法が見つかる可能性があるため、判断に迷うときには他の複数の医師の意見を参考にすることが大切です。医学は不確実性の科学という言葉はウィリアム・オスラー先生の言葉から抜粋したものです。オスラー先生はカナダの医学者、内科医で医学教育にも熱意を傾け、今日の医学教育の基礎を築いた人と言われています。亡くなられて100年以上も経ちますが、疾患の多様性について、また全容が解明されていない医学の真髄をついた言葉でもあります。医師は絶対ないとも言い切れない難しさを抱えたまま、現在の医学の水準から判断することを迫られるのです。最後に現在医学で解明されていない未知の問題について説明します。カテゴリーの1から3のどれにも当てはまらないため、真の原因不明とも言えます。証明できないため、心因性と同様にストレスや自律神経失調症などと解釈されていることもあります。実際はカテゴリー2、3との鑑別はしばしば困難である。どこかで見切りをつけています。